いや、そう、なんか今日はある発表がされまして、ちょっとツイッターポストではちょっとあんま触れてなかったんですけど、なんか ST48 が東京で定期公演をするっていう、そんな発表がありましてですね。そうなんですよ。定期的に公演をするってことが、STU の公式 X にもちょっと載ってると思うんですけど、池袋の、東京、なんだっけな、クラブミクサ、それそれ。クラブミクサっていう会場なんですけど、やっと、でも分からん。ちょっと分からないけど、東京のそう劇場ができるんですかみたいな、すごい、めっちゃね、そう、東京劇場って STU が、STU48 東京劇場って感じで書いてるから、東京に劇場ができるのかってなってると思うんですけど、そういうわけではなくて、もともとあるその箱を、STU48 が公演する時だけ東京劇場と名乗るっていう感じで、東京に劇場を作りますっていうわけではないんですけど、そうね、書き方で結構「え？どういうこと？」みたいな、「え？瀬戸内は？」って思われる方がちょっと多いと思うんですけど、STU の劇場を東京に作りますっていうよりかは、その東京のその箱を STU48 がその定期公演で使う時は STU48 東京劇場と名乗らせていただきますっていう感じの、ニュアンスって言いますか。そう、キングさんの、お世話になってるね、キングレコードさんの。なんで結構ね、それによって瀬戸内の公演の回数が減るのかってやったら、ちょっと今もね、そんな多いわけではないので、たくさんやってるわけではないので、何とも言い難いですしね、ちょっとまだやってみないと分かんないっていう状況ではあるんですけど、でもそんな風には全然伝えられてないので、多分プラスで東京で定期的に公演するかなっていうイメージだと思うんですけど、減るっていう風にはちょっと伝えられてないので、減らす方向は多分 STU ないと思うんですけど、なんで結構私としては、書き方を見た方は多分瀬戸内はってなってる方も多分たくさんいると思うんですけど、なんかプラスで東京でもちょっとずつ定期的に公演もしたりして、っていうイメージかなっていうのが私の、いろいろとちょっと事前に聞いた話によるとこんな感じかなって感じなんですけど、ちょっとね、確かに公演数が全体増えなければ何とも言えないのでね。なので、これを機に公演の回数が増えたらいいかなっていうのは思うんですけどね。ちょっと発表の仕方っていうか、何ですか、文面だけを見ると結構 ね、どういうことってなるよね。STU は公演が少なすぎるから、そうなんよね、公演がちょっと少ないので、今その情報を知った、たまに東京で公演するってこと、そういう感じの方向で、なんかやろうって、その、なんて言うんですか、私は結構期間限定かなって思ってたんですけど、いつまでかはよく分かってなくって、そう、でもこれから定期的に東京でも公演しますよって感じのお知らせでした。16人公演なの？待って、発表になんて書いてたっけ？何も書いてない？出てた文面てないか。詳細は特に、じゃあこれからって感じですね。メンバーがきつくならないか、わあ、どうか。でも公演数が増えることではメンバーは結構嬉しいと思うので、そうですね、スタンディングか、わあ、これもね、どうだろうね。でも公演だから座りなんじゃないかな、私のイメージは。わかんない、ちょっと
近々になってみないと分かんないかもね。そのいざやりますよみたいな感じで応募が始まる時にならないとちょっと分かんないかもしれないけど、まあ難しいですね STU48 というものは。なんかSTU48 に属していて思うのですが、 STU48 というものは難しいです。まあなんか瀬戸内7県っていう、まあ広域グループでコンセプトにしているからこそ結構難しいなとは思いますね。はい、7つ劇場を作るわけにもいかず、本当に所属しているものが言うんですけども、難しいですね劇場ね。なんか船を復活させようとかそういうのもあるけどね。私はでもね、劇場はね、もちろんね、やっぱ48グループに入っていたら劇場っていうものはね、なんか夢と言いますか、あったらすごい嬉しいって思うんですけど、まあでもなんか劇場を持たない期間が結構やっぱいっぱいあったので、なんかそれもそれでまあなんかいろんな会場でできるっていうのも強みなのかなっていうのは思ったりもするんですけど、まあ、正解がないのであまりなんか難しいなっていうのは思いますね。